後ろをグイッと上げますわ。頑張るトムさん。企画外の人は無理。あ、でもこっちは頭にすれば。ここ下が運転席です。ゆるキャンでやってた。そうそう、ゆるキャン。どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。赤髪のトモです。今回は鳥ちゃんと一緒に K のキャンピングカーで、キャンプします。そして翌日はサバゲーをしに行きます。すごいいい天気です。佐賀、大阪、全部雨だったんでやっと晴れました。本当ですよ、はい。でこれ、この車の元が軽トラックなんですよ。で軽トラックの後ろに居住スペースを積んでる感じなんだけど、スピードはちょっと出しにくい感じはあります。レンタカー屋さんも80キロまでなら大丈夫ですって言ってたんで、まあ、余裕を持って運転してるんですけど、はいはい、まあ、安全運転でやってますが、あと風の煽りとかは強く受けるかもしれない。今日はそんな風がないんだけど。そう、あの、あれ、これ道間違えたんだよね、ちょっと。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。着いた。はい、ということでオートキャンプユニオンに到着しました。広い、静か。今日はこっち側のテントサイトは、お客さんが僕たちだけということで貸し切り状態になっております。なんか土日は結構混むらしいんだけど、今日は平日なので結構静かな感じらしいですね。これ2年くらい前に初めての屋外サバゲだって動画撮った時のヘッドショットっていう、サバゲフィールドです。今日は誰もいないのかな。自分はサバゲ好きだからこうやって見るとおーってなるけど、もしかしたらあんまり好きじゃない人はうわ近いって思ったりするかもしれない。周りにユニオン系列のサバゲフィールド場がいくつもあるみたい。だから今日はここで一泊して、明日はデザートユニオンっていう砂漠っぽいフィールドでサバゲをします。ちょっとそれはそれで楽しみ。でもここから車で 2,3 分なんですごい近いです。今日は疲れないように寝心地ですね。軽自動車の寝心地がどんなものかちょっと楽しみです。では、ここまで運転してきたこの軽キャンピングカーの装備とか中の内装とかを紹介したいと思います。ではこのミニポップ B っていう軽キャンピングカー紹介してみたいと思います。はい、ちょっと専門的な知識がないんで言葉が間違ってるかもしれないです。まあ、こういう感じだと思って受け取ってもらえればいいと思います。そんな顔をチラチラ出さない。はい、こんな感じで、まあ、普通の軽自動車、軽トラックっていう感じです。まあ、2時間ぐらい運転したんだけど、全然シート的には問題なかったです。なんか硬かったり疲れたりするかなと思ったけど、運転中の騒音とかも最初こそ気になったものの、もう10分20分走ったら特に気にならなかったです。この前の座席部分は、まあ、一般的なハイゼットっていう軽自動車そのものらしいですね。カメラは追わない。そう、くるくる回るトモさんが通過しただけでした。左から。後ろにあるドアから入ります。はい、鍵かかります。お、開いた。ここになんかライトがついてたりとか、はいはいはい、足元照明とかは何個かあるみたい。では入ります。レンタカー屋さんが言うには、はい、ここまで土足で大丈夫このシーンって言ってました。中入るとこんな感じ。お、入った。よいしょ。このミニポップ B のあの動画結構見たんだけど、はい、この下ろしてる状態のこの後ろの居住空間を紹介してる動画があんまりなかったんで、あー、なるほどね。ちょっと僕がそれを紹介しようかなと思います。ちょっと動画もらいます。はい、怪しい。今上をポップアップしてない状態で、身長170センチ、頭触るか触んないかぐらいですね。別にまあ窮屈っちゃ窮屈だけど、座るってことに関しては特に平気かなって思います。頭ついてないっすよ。ちょうどつくぐらい、うん、でシートベルトがちゃんとあるんで。あ、そこにあったんだ。後ろにもちゃんと人が乗せれるようにはなって、楽しいね、後ろ乗ってたら。行こうかな。だからちゃんとこれで高速も走れるって。だからあの幕張で行われたキャンピングカーショーに行ってきたんだけど、あ、そうなんですね。これを作ってる会社の人とちょっと話して、ちゃんと高速も乗れますって言ってた。安心ですね、うん、4人乗りで170で大丈夫。186の鳥ちゃんちょっと後でやってみるか。これね、187なんですよ。187。やっぱまだ伸びるの。伸びてるんですよ。だから女性の人は全然大丈夫かもしれない。うん、いい感じ。この腰のところにもクッションになってるし、ね、ああ本当だ。手もたれになってるし、これがこっち側をこう座って、で反対側も
ここにあベルトあるんだ。あるんで互い違いになってる。本当だ、考えられてるんだ。考えられてるね。あれこっちこうやって乗れる、うん、行ってしまったあ、あこういう感じ。すごい、結構広いから。広いですね、入り口が。こうやって、あこれはいいかもしんない。もうずっと過ごせるやん。で鳥ちゃんだよ、鳥ちゃんが入るとどうなるか僕、参考まで身長187センチですね、はい、肩幅が通常の人間より大きいタイプとなる。肩幅が通常の人間の3倍あります。3倍どうですかやっぱそうなっちゃうまあさすがになりますね、こうやって。あーなっちゃうか、187の人はこうなります。参考に女性とか小柄な男性は余裕だね。うん、友さんの身長以下だったら全然余裕。そうだね、うん、でこれなんとこのここシンクになってるんだよね。あシンクなのそれ。そう、ここに水のタンクがあって、排水と給水のタンクになって、ここに水入れれば上がこれ水道になってるんですよ。まあ使わないからちょっと水道だったんだウエットティッシュとか置いてあるけど、これ俺のじゃないんだけどとかもできる。はい、であとはここがヒーターになってて、寒い時とかは FF ヒーターって言ってたかな、なんかガソリンを燃料にして動くヒーターらしくて、一晩中つけててもガソリン1リットルぐらいしか使わないってレンタカー屋さんが言ってた。これがね、ただこうやるだけでしばらくすると回り出してすごいあったかくなるんだって、はいはい、もう回り始めた。あ、本当だ、聞こえる。外してこんな感じでカーテンが閉まります。まあ、寝るときとかは絶対カーテンは必要。そうですね。であと換気扇もくるくる回すと。おお、開いた開いた。めっちゃ開くやん。めっちゃ開くやん。風入ってくる。うん、45度ぐらいちょうど開いてますね。これで換気扇回ります。ごめん、ちょっとわざと音を大きくしてるんだけど、ちょっと音でけえな。ドローンかな。あと窓もここ開きます。窓の開け方はここをくるくる回すだけ。簡単ですね。簡単です。2段階に開閉します。あすごいね。あめっちゃ開きますね、うん、こんな感じ。もう なんかだいぶ寒くなってるぐらい涼しくなったから夏とかは結構これでいいと思うんだ、うん、おしゃれですね、うん、羽が生えてみたい。で簡単に閉じられます。おい、ではいよいよこれの一番の売りのポップアップをやりたいと思います。ポップアップ、まずポップアップって言って、はい、ここがガッと上がるのをポップアップっていうらしいんだよね。上がる。そう。でこれ、このミニポップビーっていうのは軽キャンピングカーでは珍しく真四角に上がる、片方だけ上がるんじゃなくて後ろと前両方が上がるタイプらしいです。うーん、でポップアップを今からやりたいと思います。ここの金具、これを6箇所外します。1箇所全部ロックが外れて、で中に行って、それでここかな、ちょっと上に押しながらここのロックを取ります。はい、いきますよ。グイッ、前もじゃなかったし、あれないか、片方ずつだよね。後ろをグイッと上げます。わっ、頑張る、どうぞ。すごい高くなりました。すごい高くなった。あ、この棒を押します、あっちに。はい、お、あ、すごい風が、すげえ。で、パチッと、ここで、すげえすごい。鳥ちゃん、立てるんじゃない中で。立てるかな。どうですか。あ、立てる。ちょっと頭当たるくらい。あ、すごいわ。すごいっしょ。車の中でこの体勢したことないもん。すごいこれ。今高さここだったんだよ。めっちゃ伸びましたね。すごい。でこの立てた状態で走行はできない。さすがにね。待ってます。では今からベッドを作ります。
枕になるのかな。あ、こんな感じで枕もあるんだ。でこれでフルフラットになるっていうトランスフォーム。ほら、え、普通に横になれるじゃないですか。余裕です。おやすみ。これいいね。で、まあ、家族、お父さんお母さん子供2人とかだと4人乗れるそうです、うんうん、乗れるし4人で就寝できるっていう。1人すごいな。2人痛い。これでもここに2人寝れる気がする。そうですか。いや寝ますよ横で。寝てみ。いや、いける。鳥ちゃんが足ぶつかる可能性がある。わからんわからん。あ、やっぱ187の規格外の人は無理。あ、でもこっちは多分ですよ。あ、斜めだったら全然余裕だわ。あ、余裕。で、二段ベッドです。お、ここ下が運転席です。すげえ、運転席の上にトモさんいる。で、ここ出すときはこれを引くのかな、はい、え、出せるの、はい、出せるんだ。やばい、めっちゃ声、おー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 、やばい、首が。なって、マットレスをこっちにこうやって行って。そういうことか。で、こう。あ、すごい。すごいね、こっちのが長く使えるわ。けどこれ、鳥ちゃんの下で俺寝るのは怖いな。鳥ちゃん上で寝るんだったら。俺上だな。次の日を迎えないかもしれない。ぺったんこに。でここに2人、下に2人で、まあ、家族4人就寝できるみたいな感じらしいです。これは4人でだいぶ余裕ありますね。じゃあ、であとここか、紹介するの俺これが気に入ったのは、はい、ここがチャックじゃないっていうのが個人的にはとってもいいと思う。トモさんしかニーズないよそんな。マジックテープです。おお、こんな感じで、まあ、普通の窓として光が取り入れられるし、もう一段階焼きます。開くんだってなると、もう完全に風が通る、外とつながるっていう。これ夏気持ちいいだろうな。夏これ気持ちいいね、うん、これそれが計 1,2,3,4 箇所あります。そんな感じ。まあ今冬なんで寒いから閉じます。すげえわ、だいぶ変身したな、ね、これそこに鏡がつけられてる。これか、うん、これ本当にあの鏡として使う用のやつらしい。あとはこれナビ。本当はここでテレビが見れるんだけど、ここちょっと山奥すぎてワンセグが入らないんで見れないです。で、電源もこうやって取ってきてあるので、こういう風に映るっていうのができます。そんな感じ。ここに電源コンセントがあって、でここはオートキャンプ場なの でコンセントが伸びているので、このオートキャンプ場のここにカチャッとさせば、これで中の電気バッチリ使えます。中でゲームするもよし、パソコンするもよし、いろんな携帯充電するのもよし。不便ないですね。不便ないね。電気あればなんとかなりますから。いやー、バッチリ変身したな、だいぶ。すごい、バッチリです。トランスフォーム、ミニポップ B に今日は一泊します。しましょう。晩ご飯の準備をします。ちょっとやっぱ肌寒い、2月。そうですね。火つけましょう。つけましょう。では今から火をつけるんですが、成形炭っていうのに火をつけるとつけやすいってゆるキャンでやってた。そうそう、ゆるキャン。ゆるキャンの知識です。火をつけます。マッチ1本で着火と書いてありますね。1本では余計だったかな。マッチで着火で。よ、でかでか、こんな風に入ってんだ、成形炭。入るように置くんですか。うん、特にそれは俺知識ないけど、そうなのかなと思ってやってる。あ、やべ、火つくの早い、これ早いぞ早いぞ。あったけー、あったかい、あったかい、あったけー。冬キャンだわ、これ。冬キャン、冬のキャンプは命がけだから低体温症に気をつけましょう。わかりました。火がとってもいい感じになったので、ご飯の紹介をしたいと思います。今日は缶詰キャンプ飯っていうのをやってみたいと思います。基本的には缶詰で簡単にできるご飯です。まずここ
トマト缶を使った、チーズリゾット、インスタントご飯と一緒に作ります。次、粒貝を使った、アヒージョ、まあ、オリーブオイル、ニンニク、クレイジーソルト、ブラックペッパーを使って作ります。で、パンをねちょっと買ってきたんで焼いて、つけて食べようかなっていう感じです。次、焼き鳥とマヨネーズ、これはシンプル、焼き鳥マヨネーズそんな感じです。アヒージョが楽しみね。蓋開けてそのままここで焼いて調理するっていう缶詰飯、どうなるかちょっと初挑戦ですが、とっても楽しみです。ご飯の準備をしたいと思いますもう食べよう、はい、いい感じにグツグツなってきました。パンも